火曜日のの夜にあのテレビ東京 AKB48 の人たちの,あの番組の MC っていうのをやったんですけどであれがその、まあ、僕全然そのアイドル詳しくないしで別にその彼らがどうする彼女がねどうするかっていうのも別になんかそんなに僕はあの接点のないままが来ていてでじゃあ MC ですって言われた時にその何をしてくださいも言われてないんですよ。 あの普通そのこうしましょうとかこうしてくださいとかあるじゃないですかでまああの感想を言われてそれ感想を答えるて別にその台本もほぼない状態でであのなぜあれが、まあ、あの、まあ、僕がそれを参加したかっていうと何が起こるかわからないから面白そうっていうのが理由で。 でそれのプロデューサーをやってる人がテレビ東京の高橋さんっていう人で「あ,の、えー、とあなたのお家ついてっていいですか?」っていうテレビ東京の番組のそのやってる人なんですよだからその駅前とかで終電のあととかにあの一般素人にカメラを持って「家ついてっていいですか?」って言って家ついてってその映像を撮るっていうあの面白くなるかどうか全くわからない番組があるんですよ。 いやそ,のそもそもの一般素人とか面白いわけないじゃんとか家ついてっても別に全然面白いもの取れる可能性ないじゃないですか。だってただの人の人家でですよでも撮ってみるとそれなりに面白いうのがあってなんか要はあの普通だったら取らないようなものとかあと面白いかどうかわからないものをとりあえずやってみるっていうちょっとおかしな人なんですよねそのプロあの高橋さんっていう人が。 なので多分その AKB とその僕みたいなものをぶつけて喋らせたらなんか起こるんじゃねえっていうので多分もう他人事として見て見るんですよねあの普通に仕事する人であればじゃあその AKB さんのことをちゃんと知ってて引き立てられるようなその芸人さんとかもともとその AKB さんと絡みがあるようなタレントさんとかであれば「あの何々ちゃんはこうだよね」とかでその子に合うような話を進めたりとか振ったりっていうのもできると思うんですよ。でもそうじゃなくて全然興味がなくて知らない僕をアサインしてる時点でおかしいんですよね。 であとその一応僕 MC という体なんですけどあああののんんまり回さないよようにしてるんですよあの、まあ、僕その割と喋ろうと思えば喋れてしまうのでそうじゃああなたどうもあなたどうもみたいな振りもできちゃうんですけどでそれをやっちゃうと多分僕がずっと喋り続けるようになっちゃっててでその女の子たちが成長しなくなっちゃうんですよね。 そのあの昔そのニコニコ動画とかで頭のおかしな生主をそのあの振ってこう話を進めるみたいな、まあ、司会みたいなことを何回かやってたことあるんですけど別にその変わった子でも全然僕はあの話振って回すはできるんですけどただそれをやっちゃうとそのその子たた MC といいうかその場を持たせる能力が育たないんですよ、ね、あの結局じゃあテレビでブッキングされる人たちってどういう人たちが仕事を来やすいのっていうととりあえず何か喋れるやつなんですよ。 あの別にあの面白いこととか役に立つこととか言わなくても振られた瞬間に一言何か言える人でそこで振られた瞬間に止まっちゃったり固まっちゃったりする人って使いづらいからっていうのは発注が来なくなっちゃうんですよ。いやその喋っっててくれななないいいんんだたたらもういてもううしょうがないじゃんみたいな であの振られて「こんな面白い話行きますよ振りますよはい行きます」みたいな準備がされるのはもうめちゃめちゃ大御所でその素人に毛が生えたぐらいの別に替えが利く人ってそんなに一生懸命準備したらそれだったらもっと面白い人に面白いネタを振った方がいいわけじゃないですか。なのでその素人に毛が生えた系の人っていうのはもうどんな時でも何言われてもとりあえず返せるっていうその瞬発力が必要だったりするんんででですすよよそれれがより面面白白けけばいいいいど別くくなてもんですよ。 ワイドショー的なのに出てる人あのコメンテーターと呼ばれる人たちっていっぱいいますけどじゃあそのコメンテーターと呼ばれる人たちが何か面白いことを言ったかっていうとほぼほぼ言ってなかったりするんですよ。要は何も記憶に残ってないじゃないいですかっていうのがあってとりあえずその場で何かを返せれば十分っていうのがあってなのでその僕みんなが黙る環境でも結構黙って見てたりするんですよ。 要はあの普通だったらそのなんか沈黙が気まずくなってしゃべり出すところでも僕は誰がしゃべり出すのかなっていうのをボーッと見てたりみたいなことやるんですよねまあリモートだからその気まずい空気もよくわかんないんですけどっていうのがあったりするのでなのでそのあえて入らないでその女の子たちがしゃべるようにしたりっていうのをしてるんですけどそれってあの別にそのテレビ東京の人とこうしましょうって打ち合わせをしたことはないんですよ。僕は勝手にやってるだけででなのでそのそ 女の子的にはすげえ気まずい謎の空間っていうのになってて超やりづらい時間とかもあると思うんですけどっていう何か何が起こるかわからないものを勝手にやっちゃってる感っていうのがやっぱテレビ東京の人おかしいなと思いました。